こんにちは、メグです。もうすぐバレンタインデーですね。今日はちょっと悲しい恋の物語を話します。おもちゃの兵隊。小さな男の子が誕生日に兵隊のおもちゃをもらいました。兵隊は全部で25人ですが、一人だけ足が一本しかありませんでした。この小さな男の子は他にも誕生日プレゼントをもらいました。紙で作られたお城のおもちゃです。そのお城の前には踊り子が一人いました。この踊り子も紙で作られています。左足を上げて右足だけで立って踊っています。兵隊は踊り子を見て思いました。ああ、あの踊り子も足が一本なんだ。僕と同じだ。仲間だ。この兵隊は踊り子を見てすぐ好きになりました。その日から兵隊はずっと踊り子を見ていました。しかし、ある朝、窓の近くに置かれていた兵隊は風で窓の外に落ちてしまいました。その時、下に知らない男の子がいました。男の子はその兵隊を紙で作った船に乗せて川に流しました。兵隊は思いました。どこに行くんだろう。早くあの踊り子に会いたい。すると兵隊が乗っていた紙の船が破れてしまいました。そして兵隊は川の中に沈みました。その時、川の中に魚がいました。魚は兵隊を餌だと思って食べました。それからその魚は誰かに釣られて魚屋さんで売られていました。それを買ったのは女の人でした。女の人は魚を切って中から兵隊が出てきたのでとてもびっくりしました。女の人はその兵隊を見て思いました。あれ？この兵隊は？実はこの女の人はあの小さな男の子の家の家政婦でした。兵隊は家に帰ることができました。兵隊は踊り子を見て言いました。ただいま、踊り子さん。やっと会えたね。兵隊も踊り子も嬉しそうに笑っています。その時です。小さな男の子はこの兵隊を持って言いました。この兵隊、もういらない。そして兵隊を暖炉の中に捨てました。暑い。でも兵隊はどうすることもできません。そして兵隊は踊り子に言いました。さようなら、踊り子さん。どうぞお元気で。その時です。開いていた窓から風が吹いて紙で作られた踊り子が暖炉の中に飛んでいきました。兵隊は言いました。ああ、来てくれたんだね。ありがとう。それから踊り子も兵隊も燃えてしまいました。次の日、家政婦が暖炉の掃除をしていると、ハートの形をした炭が見つかりました。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。